はい、どうもこんにちは。八八四クラブ、はい、今日も始まりました。はい、こんにちは。映画監督滝川元気です。はい、ドラマーの梶原でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、どうですか梶原さん、先週はあの、はい、札幌にいらっしゃったと言ってましたが、今週はそうですね、はい、今日はですね、これは自宅に帰っておりまして、はい、だけどもうこの今日の午前中までは四国は、愛媛県におりまして、はい、昨日はちょっと石鎚山というですね、西日本最高峰のお山にですね、荒廃しておりました。はい、あれ、そういえば梶原さん、はい、あの10月2日はどこにいらっしゃったんですか？10月2日、はい、10月2日はあれだよ、あの川崎にいましたよ。覚えてますか、2年前の今日。いや、2年前今日って 2年前の10月2日を。なんだっけ、ごめん。2020年2020の10月2日1002、うん、大阪中央公会堂での鬼の日イベントで、うん、鬼ガール初お披露目のイベントがあったんですよ。はい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 。そこで特別イベントで、あの陽介さんと一緒に太鼓の、うん、法要ライブというか、あの映画の中で描いたゴマ法要のシーンと同じようなことやっていただいて、はいはいはい、10月の鬼の日。あ、そうかそうか、鬼の日か。あ、鬼の扉開けた日ですよ。いや、もうあのイベントよく覚えてます。ちょっと日付は忘れてましたけど、ごめんなさい。そっからね、あの2年経って2022年、また2022って2とか0ばっかりなんですけど、の10月2日は晴れてですね、僕の新作映画バトルキングの情報解禁日。ああ、おめでとうございます。いつから公開ですか？来年の2023年春ですね。でね、もう一つすごい話があって。なになに？僕、梶原さんにちょっとご紹介したいんですよ。はいはいはい。なんと2002年の10月2日生まれ、うん、鬼の日ほう生まれで、まあ、これ僕の専門学校の教え子なんですけど、うん、名前がモモカっていう女の子がいるんです。すごないですか。鬼ガールの子じゃん。だから2020年10月2日の、まあ、イベントでやった鬼ガールで、鬼ガールの主演モモカじゃないですか、鬼ガールモモカで、2020年10月2日、まあ、これ僕バトルキングなんであれですけど、何より2002年の10月2日生まれのモモカってすごないですか。すごいね。こんなこともあるんだね。なんかつながっていくのかね。なんか面白いね。いや、もうこれね、僕でも衝撃受けたけど、梶原さんもっと衝撃受けてくださるだろうなと思って、やっぱお話ししないとと思ったんですよ、それ。ありがとうございます。なんか面白いよね、鬼ガールもなんか縁でつながった映画っていう感じがするから、はい、楽しみですね。はい、次、来週の撮影ね、この収録をさせてもらうときはどこにいそうですか？ね、来週の土曜日、まず 土曜が、奈良県の、はい、駒大社というところで、ご奉納演奏させていただいております。はい、はい、で、まあ、天下弁財天に行ったりとか、おー、はい、なんかして、まあ、ちょっと各地でお祭りが復活してるから、まあまあもうめでたいっていう感じでね、いろんなところでね、あのこの秋はご奉納演奏が入っております。そうですか。じゃあもう全国巡業されてるんですね。そうですね、いろんなところに、うん、やっぱお祭りはいいですわ。そうですよね、やっぱりお祭りあって、やっぱりね、みんなが元気にね、こうみこしとか担いでるの見ると、うん、やっぱりこうじゃなくちゃって感じですね。はい、はい、ぜひぜひお願いします。ぜひお願いします。はい、ということで早速、前回、はい、ね、あの時を継ぐものでしたっけね、うん、予想ね、僕ら選手させてもらいましたけど、うん、梶原さん何やったか覚えてますか？ね、私はね、実朝公がちょっと頑張るんじゃないかっていうのと、はい、あと、まあ個人的に陸さんがどういう落としどころでなんかこう描かれるのかなみたいなのが気になるなっていうところでしたね。うん、で、僕は友達が義時を説得して殺すのやめとこうよっていうみたいなね、両者正解でしたね。そうね、
もうあらゆる登場人物が、あらゆる形でなんかこう、ね、ドラマを作り上げてたね。はい。なんで、前回の予想は、引き分けということで。はい。まさかでしたね。そんなことあるっていうぐらい、もうドラマチックに見事にみんながみんなこう思い通じるというかやってましたね。そうね。まああそこから執権義時が生まれるっていうことでもあるし、まあ本当一つのなんかね、転換期として大きく描いたっていう感じでしたね。そうですね。まあちょっとね、予想的中したかどうかって話、案外今回はスムーズに全員正解になったんで。本当だね。もう早々にじゃあ放送を見てね、どうやったかとか思い出深いとこどうやったかって話に入っていきたいと思うんですけど、はい、いろいろありましたね。いろいろあったね。武衛がウリになったりしましたね。そうね、あれもまた面白かったし。そうですよね。なんかそうそう、伝言頼まれたね、忘れたのかっていう。ありましたね。あれはちょっと面白かったね。あとはね、三谷さん節のところで言うと、うん、もうこれで一生の別れかもしれへんから母上に会いに行くわよって姉妹が、雅子姉妹が言って、うん、なんか変顔するとかね、あの辺もまた三谷さん節が聞いてましたね。そうね、ああいうところでちょっとこう笑わせるのは三谷さんの得意技ですね。どっか思い出深いとことかありましたか？やっぱお父さんとの最後の別れのシーンとか。そうですね。まあ本当に、なんかこう、頼朝公からね、引き継いだ、そういう鎌倉幕府での、なんかこう、中心になってくる人物像がですね、なんか、ハードに描かれてましたよね。こうしなきゃいけないのか、みたいなところですけれども、ダークサイドに落ちるという表現、合ってるのかどうか分かんないんですけれども、はい、結局そういう風になっていっちゃうんだなーって感じだよね。でも見事にね、僕の言葉で言うとあれですけど、ダークサイドに落ちた風になんかもう笑ってもうたんですよ僕。ああそう。なんか母上があんたたちは目の前に大きな権力をつかむチャンスがあるのにじれったやなよって言って、あで花向けの言葉、いや去る方じゃなくて本当は違うけどねって言って、私が引き継ぎますよみたいになって、これが花向けの言葉ですって言った後に、カチャンカチャンってこう用意してるじゃないですか。あの時の背後に流れてた曲がレクイエムですよね、あれ。ああそうか。それがまさにスターウォーズのダークサイドに関係するとこ、だいたいレクイエムですよ。あ、そうなの。はい。だから魂の叫びというか、こうね、なんかそういうところが、あ、ついに義時無双モード入りました。しかもなんか全体的に暗い服になってたじゃないですか。そうね、ブラック義時ね、行きましたよね。そうね。いや、どうですかね、あと梶原さんで言うと思い出深いシーンとか、ここは感動したってとこありましたか？やっぱりね、本当はあの父上の姿を見ていたかったみたいな感じでね、背中を見ていたかったっていうところは、まあ、はい、泣けますわな、あそこは。であとはだから、それがやっぱりこれは北条一族の中での話だけど、はい、今まで梶原一族、比企一族、畠山、はい、全部それがそれぞれの一族の中でこういう葛藤とかいろんなドラマがあったんだなっていうのを、まあ北条一族に代表してこんだけ詳しく書いたみたいな。ああなるほど、うん、そういうなんかいろんな想像しちゃったよね。畠山があそこまでなった時もなんかいろいろあってこうなったみたいなことをなんかこうバーッとこう思いが巡りましたね。でもあのシーンで言うとね、うん、感動的な話してたじゃないですか。父上の背中見ていたかった、はい、この世を去るときに手を握りたかった、うん、っていうときにね、チッチッチッチャッチャッチャとか忘れたけど、この声わかるかって、ウグイスのオスとメスの話したじゃないですか。ああはい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 。あれってどういう風に見てたんですか？あれ
あれは、そうだな。やっぱりなんかこう、この世の春を謳歌するみたいな時は本当に一瞬であって、ほとんどがもうなんか苦労の連続でしかないみたいな。はい。まあそういう感じかなと思ったけどね。あそこの会話不思議やなと思って、なんか。まあ、あとは、だから、そうですね、リクさんとの関係みたいなところもちょっと想像させて。ああ、なるほど。それで言ったら、その話の流れで言ったら、びっくりしましたよ。義時が誰呼んだんかなと思ったら、唐が来て、と思ったら、なんか、リクさん暗殺すんのかみたいなのあったじゃないですか。そう。あの流れはね、はい。ちょっとびっくりしたね。びっくりしましたよね。うん。そこまでやると思いましたよね。そうやね。まあ歴史上はね、なんかこう時政公とあの牧の方はね、あの伊豆に流されて、まあまあその後暮らしていくみたいな風になってるから、はい、殺されるっていう流れ、殺そうとするっていう流れはね、一切考えてなかったから。はい。まあ義時のその決意というかね、そういうのをここまで書くんだなと思って。そうですね、なんか僕結構みんな今回仲間がすごい素敵な人多かったんであれですけど、文官の人たちも素敵やなと思って。ああ、そうだね。ねえ、みんながいやまあ殺さなくてもいいんじゃん、原爆に処すべきやって言って、まあ島流しで流罪でいいんじゃないかみたいな、どうでしょうこの落としどころって言って、義時が父が申し訳ございませんか、息子として感謝いたしますかなんか言ったじゃないですか。あの辺とか結構なんかうるっときましたね。なんかみんながこうね、あの殺さんとこうってしているところにすごいなんか感動しましたね。なんかね、全部がそういう風にうまくなんかまとまればいいんだけどねって思ったよね。あそこであんな会話できるんやったら畠山殺さんでよかったんちゃうと思いますけどね。本当本当そう思うけどね。ね、そうそう、まあ一筋縄でいかへんのでしょうね。あとはなんか個人的には、まあ、リクさんのことを言うけど、はい、リクさんがなんか最後までプライドがっていうか、やっぱりなんかこうああいうね、品高いというかプライドのある武士とか、はい、そういう貴族の方っていうのはやっぱりこう哀れみをかけられたりとか、そういう目で見られるのがもう耐えられないみたいな感じですよね。やっぱり最後まで毅然としてあのキャラを貫いて、そうです ね, ね、強がりっていうのはもう自分で も, もう周りも分かってるだろうけれども、そういうキャラでなんかね通したっていうのが、まあなんかちょっとこうほっとしましたよね。で坂東武者になってますよあなたはって言われるあの辺がすごい朗らかでしたね。そうだね、はい、なんか良かったなあそこら辺は。っていうか宮沢りえさん演じる陸がすごい良かったですね。なんかそう、ね、やっぱ前のその草燃えるの時はね、はい、あそこまで末期の方は確か出てなかったような気がするから、キャラとして、はい、なんでやっぱそこら辺をそういう風にまあなんか特に悪拡張的なね、はい、ことで描くにはりえさんしかいない、宮沢りえさんしかいないみたいなとこだったんでしょうね。ね、素晴らしかったですね。素晴らしかったですね。素晴らしかったですね。はい。だいぶ憎まれ役でしたよね。前回のね振り返りはあの割とまあ見やすいっていうか分かりやすい内容だったんで、そうね、まあ、思い出、はい、ね、思い出に掘りな掘りながらも早速次回予想。次回予想どうなるでしょうか。ちょっとむずいですよね次回。ああだからまあ次の出来事としては和田義盛、和田の乱みたいな感じなんですね。でも地獄見てる感じのタイトルは穏やかな一日って書いてましたよね。ああそうか、あほんまに穏やかになんのと思って伏線いっぱい張っていくんじゃんみたいな。そうやな、で義時公がまあ執権の座なるのか、まあしばらくはつかないのかちょっと分かんないけど、一旦権力が移るようなところがあって、はい、でひとまず落ち着くのかね。
ちょっと落ち着いた様子を1本ぐらい出すんですかね。この後もやっぱり事件まみれになりますもんね、この後。そうよね。この後だから和田さんのところに行くまでにやっぱり雅子さんと義時の関係性とか、あ、それ雅子さんがだんだん出てきたじゃないですか。はい、ね、あそこら辺とのなんか力関係とかをちょっとこうはっきりさせていくのかなっていう気はしますね。まだやっぱり雅子さんはなんか政治家っていうよりは頼朝公のなんか奥方っていう感じですもんね、はい、なんかでもね、あの小池栄子さん演じる雅子さんむっちゃハマってますよね。そうだね、最初はなんか、まあ、本当に最初どの大泉さんもなんかね、ちょっとこうピンとこなかったけど、やってみたらもうなんかやっぱり皆さんすごいもう素晴らしい俳優さん、女優さんばっかりで、ね、ご本人に見えてくるからな。迫力もありますしね、なんか、ね、着物座った感じ、うん、そこら辺なんだよね、うんうん、だから前回の草もよるはさ、はい、岩下志麻さんだったじゃん、はい、岩下志麻さんはもう言わずとした知れた極道の人たちみたいな感じでも、はい、すごいもう大ボス感があったから、はい、うん、そういう意味ではなんかこう凛としたというか、もうドサンとこうねいる存在感があったけれども、またそれとはちょっと違うなんか存在感ですよね。はい、ここら辺がまたちょっとこうけど、なんか、まあ、こういう雅子さんかみたいな感じでね、面白いですね。次回はどうなんですかね。苦行とかもそろそろ成長してたりするんですかね。そうね、苦行出てないね最近あれからでもちょっと時間経ってますよね。そうだね、もうそろそろなんかいろんなことが分かってくる年齢だっていうのかね。なんかちょっと少年か青年ぐらいの苦行が出てきてもいいわけですよね。あー、ちょっとそっちの方に向かうエピソードが一つ二つ描かれてもおかしくないね。でね、平賀の友成でしたっけ、友成、ああ、そっかそっか、あっちか、はいはいはい、が倒されて、うん、でそことも仲良かったの源の何でしたっけ、中明、中明さんね、はい、ちょっと近づいてましたね。そうね、あと人癖もんだよね、うん、でね、京都側では後鳥羽上皇、はい、と義時の何やろうみたいなのもちょっともう描かれてましたよね。そうね、やっぱりなんかもう上皇がなんかこう乱を起こすというかね、上級の乱に至る何か伏線はもういっぱい描かれてて、はい、まあね、だから上級の乱のこととか考えたら、ほんま畠山も和田もおったらもっと楽な戦いできたのになって、本当に和田さんのこと倒さんかったらええのにって、やっぱり歴史変わらんって分かってても願ってしまいますよ。そうやね、うん、本当なんかね、逸材というか味方につけとけばね、全然なんかもっともっといろんなことがよくできたはずの人たちを全員なんかね、こう粛清していくっていう、はい、うん、また人間のダークサイドが発動してしまって、ね、はい、怖いよね。次回で言うと多分上級の乱に向けてっていうちょっと2手先の出来事と、うん、うん、まあ和田の乱に向けての伏線ですかね。そうね、義時公、なんか和田の乱はなんかよくわかんないんだけど、義時公がもう全部をその幕府の権力を集約したいっていうのがなんか流れなんじゃないかっていうことに一応、一応なんか解説ではそういう感じになってるみたいで、歴史の、はい、うん、だからまあそこをついになんか実際ぐいぐい動き出す義時みたいなのが見えてくるのかなみたいな感じですけどね。っていうか、そうや、前回振り返りで言うの忘れてましたわ、うん、泰時息子の、ほう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 、があんな父親尊敬できねえよって時の、あの三浦の初ですかね、嫁さんの、はいはいはい、そんな自分を見て俺を見習うのよって言ってんのよバカあなたみたいな、うん、はいはいはい、なんかこういう奥さん
ほんまにおるんかなと思ったりおるかどうかちょっとわかんないけどね。なんかね、すごい頭のいい奥さんなんですねと思って。そうやね、そうね、泰時公三代執権になってすごくいい政治をね、はい、する方だっていうふうに歴史は評価されてるから、そこら辺も描いていくんだろうね。ですよね。って考えたら、一つ目が義時と泰時の親子関係、お前は俺みたいになるなよ編っていうのがあるわけですよね、今度。あるよね。で、二つ目は和田の絞りの和田の乱に向けての、まあね、もう芽が出るような企画、あの話があるってことですよね。そうね、それは確実にどっかあるだろうね。で、承久の乱に向けての京都対鎌倉っていうのが、もう今火花散りかけてますもんね。ほぼ散ってます。そうね、後鳥羽上皇なんかだいぶなんかこう腹いすえかねてきてるもんね。ねえ、やばい顔してましたよね。そうね、いいよね、あの方も。はい。で、公暁からの実朝暗殺っていう、まだ今はね、あの当時の幽霊なのかあれが許すなっていうとこしか描かれてないですけど、火の玉がね、はい、やけどあれ、あれももう大事件だから、はい、もうなんか信じられないような事件だからさ、そろそろ出てきてもいいかもしれないねっていうことが待ち受けてると思った時の次回の穏やかな一日、全然穏やかちゃいますね。穏やかじゃないね。ねえ、それの伏線がもうどんどんなんかこう芽生えてくるんだろうね。あとはね、ネット情報では、あの党が俺の女になれって三浦義村に言われた後、どういう登場を今後するのかっていうのはすごい楽しみですよね。ああ、そうだね。なんか、かなり強引なキャラをとバーンと出してきたね。はい、突拍子もなかったし確かに今後どういう出方がまだあんのかなっていう気はしましたけど、やっぱ三浦義村か、はい、まあ、あの人がやっぱり義時にとってはもう本当キーマンだから、はい、あの二人がもうなんか支え合ってたから義時のなんかあの時代が築けたみたいな感じだもんね。ね、そうですよね。あとはだからそのね、あの和田義盛のなんかね、憎めないキャラをどうやってこうなんか滅亡というかね、そっちに追い込むような流れ作っていくんだろうっていうのも、それわかんないですよね、本当に。ちょっとあんまりピンとこないよね。ね、和田の乱はさ、もう本当にもう鎌倉中がもう大混乱に陥るみたいな、はい、鎌倉の中での大合戦が起こってたのはもう一番の和田のなんでね、あっちももう豪の者たちがもう集まってるからさ、なかなか戦いとしてはすごかったらしいですよ。じゃあ梶原さんの言う次回予想はもうやっぱ和田の乱に向けたストーリーベースになるんじゃないかということですね。そうですね、そこは一つなんかちょっとずつ描かれてくるんじゃないかと思いますね。はい、どうですか、火種まで描かれると思います？もう来週の再来週には乱になってると思います？ああ、どうだろうね。けどまだその義時がその執権でなんかこう握ってっていう段階をまだ一つ描かないといけないだろうから、はい、まあもうちょっといきなり次回その次に来るかどうかちょっと分かんないですね。もうちょいあるかもしれない。でも全部の放送回言ったらもうあと10月で 1,2,3 待って4回あるんかどうか、11月4回やったとしたら8、12月も4週あるわけじゃないからって考えたらあと10回ぐらいチャンス。そっか、じゃあもうどんどん行かなきゃね。だって承久の乱があって和田の乱があって、で公暁のあの暗殺事件があってを2話ずつ描いてもう6話ですよ。そうだね。で最後その北条と三浦のね、なんか仲間あれで三浦が滅びるとこまで描くんであれば、はい、もうだいぶもう間に合わないって感じだもんね。だその義時が都市行くで泰時世代に変わるっていうのがまあ最終回に描かれるとしても、なんかその辺が 1,2 回あるとしたらね、2222で進んでいったとしても8話ですからね。本当だね、本当だね。じゃあもう、はい、
来週、再来週にはもう罠の乱が出ちゃったのかね。かもしれませんね。僕はもうね、苦行が少年か青年になって、クソあの野郎みたいになる伏線まで描かれるんじゃないかってちょっと予想したいなと思って。なるほど、なるほど。それはなんか大いにありますな。はい。苦行出てないもんね。はい。気になる。そろそろ気になりました。そうだね、確かに。はい。まあ、梶原さんは和田の義盛、和田の乱の火種と、もう伏線っていうことがメインになるんじゃないかってことですね。そうですね。はい。まあ、どちらにしてもワクワクしますし、ドキドキする内容ですね。そうだね。はい。次回のちょっと、はい。三谷さんの意思をちょっとね、楽しみたいと思いますね。はい。はい、まあ、じゃあ、今日も前回の振り返り予想回収と、次回予想でした。はい。じゃあ次週はもしかしたら梶原さんは奈良にいるかどこか別の場所にいるかもしかしたら大阪かもしれないって感じですね。そうですね、はい、わかりました。はい、僕も東京にいるか京都にいるか大阪にいるかやと思います。なるほど、お忙しいですね。お互いにあれですけど。はい、はい、とりあえずじゃあ次週の大河ドラマだけはしっかり見て、はい、はい、お願いします。はい、お話できたらと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。